皆さんこんにちは、よしまるでございます。本日2019年の4月の2日になります。はい、昨日ですね、新元号令和ということでね、発表されました。でですね、今本当にちょっと寂しいことにですね、もう全くイベントがないような、状況になってしまっております。マルチダンジョンはこれはね、マルチイベントだし、新竜も、金土日でしたっけ、で2000万ダウンロードもクリアなんで、これ一つももう期間限定が今ない状態なんですね。まあできたらね、ここは切らさず何かずっとイベントがね、回っていく形が理想なのかなというふうにはね、思うんですけれども、かなり大イベントと内イベントが続きましたのでね、盛りだくさんだったかなという気はしております。早くここね、何か新しいイベントが来るのを楽しみに待ちたいと思います。そしてですね、一つお知らせ上がっております。はい、2000万ダウンロード記念2000万ジェム山分け、これ前回、ニュースでも話したんですけれども、エイプリルフールのネタとしてということの流れに見せかけて、実はエイプリルフールではなかったみたいなね、感じですね。で100名様にですね、20万ジェムが当たるということになっております。かなりね、リツイートを見ると、もうすでに1万リツイート近くいっているんですね。まあちょっとどれぐらいリツイートがどんどんこれから増えていくのかわかんないんですけれども、まあそのうちの100名なので、かなりもう宝くじみたいなね、ちょっと感覚なのかなというふうにね、思いますけれども、まあ20万ジェム当たったらね、相当福引き引けますよね。僕もそんなに福引き引くタイプではないので、20万だったらね、いろんな武器を当ててね、懸賞系の動画を出せたらいいなと思ってるんですけれども、結構ねこれ見ると、かなり厳選するんですよ。4月の7日までキャンペーンなんですけれども、16日からプレゼントなんですね。はい、なので多分ね、ツイッターで一応リツイートはすると応募資格を与えられるんですけれども、多分なんか例えば捨てアカだったりとか、あと、全然ツイートがないとか、ちょっと星ドラちゃんとやってるかなとか、その辺どう判断するのか分かんないんですけれども、なんかチェックはちょっと入るような気はしております。応募方法に関しましては、星ドラのね、ツイッターですね、こちらをリツイートするだけで、応募資格が、与えられるということになっておりますね。はい、であとですね、当選された場合はダイレクトメッセージからご連絡ということなので、ツイッターの DM、 受け付けない設定にしているとかいう方いると思うんですけれども、これはダイレクトメッセージ、しっかり見られるような形にね、設定を書いておくことをお勧めします。そんなところですかね。はい、これね、なんかホームページもね、あるんですよ、公式ホームページが。そちらにはね、結構ちゃんと厳選して選びますよっていうようなことが書いてありました。はい、まずこちらが大きな、ニュースですかね。でもう一つですね、マルチキャンプの鍵を、生配信で、ね、出してくれるっていう方がおります。旅人マンさんがですね、一応確保してくれているので、次生配信に、もしも旅人マンさんがね、来れるタイミングで、そうですね、どのぐらいだったかな、30名近くは大丈夫だったっけな、マルチキャンプの鍵出してくれるとのことですので、よければ生配信に遊びに来てください。今は夜11時からスタートしております。で昨日もですね、中原さんがですね、9名分ぐらいかな、鍵を出してくれました。なのでたまに本当に生配信やっていると、ちょっと今からマルチキャンプの鍵入りますっていう方もおりますので、まだ部屋に入れてないという方がおりましたら、ぜひ、遊びに来てみてください。そんなところですかね。でマルチキャンプの鍵、何が、もらえるのということは前回もちゃんとお話ししました。モガショウとモモコのね、見た目装備かなり可愛いのでね、
こちらゲットされるといいかなと思いますけれども、これ1回部屋に入れば、すべて1回で報酬もらえますので、なので、何回も部屋に入るっていうことはしなくても大丈夫です。1人1回部屋に入れば全部報酬はもらえるという形になっております。そんな感じかな。最後にちょっと滝なしだけ引いて終わりにしたいと思います。はい、ナイトメア装備ですね。で、ルビスと、黄金竜もいよいよ、今日でおしまいなのでですね、まあ駆け込みされる方はですね、よく考えて、引いてみるといいかなと思います。では行きます。来い。残念ということで、ナイトメア装備でした。はい、ではですね、今回この辺で終わりたいと思います。吉丸でした。さようなら。